11月。11月です。おはようございます。11月なのにそこまで寒くない？11月、待って、やばいね、もうさ全然さ脳みそが追いついてないんだけど11月ってやばいよね。もう早い。どういうこと？今日もココパの長い髪の毛を拝みに来ました。え、拝みに来た。拝むって合ってるよねこれ。今日文化祭、いいね文化。確かに文化祭ってこの季節、文化祭とかやってみたいんですよね。私も憧れ。コンサートでやったけどね。うん、今週はさ3連休でしょ。3連休3連休です。中学校は文化祭ないんですね。今高校のイメージじゃない？そうそう、ないんですよね。今日がラストのリハーサルなので頑張っていきたいと思います。実は今日も休み取って4連休。うわうわ、そう、私はね3、4が公演なんですよ。久しぶりの公演が入っておりますので、ココペの例のふかしてんじゃねえよの私服動画ゲットしたけどいろいろ面白かった。面白いでしょあれ。投票した曲は、おーおー、投票した曲の集計結果はもう出てて、それに何、その何に出るかも出てます。そりゃそうだけど、何だと思いますか？みんなは何にしたの？ちょっと聞きたいんだよねそれ。みんなは何にしたの？なんか、おー、なんかね、私はね結構予想してたやつ入ってましたよ。予想してたの入ってました。私はうさぎのパジャマ。そうなの。そうなんですよね。
キャパシティとか店の内部、おお。彼女になれますか？シャム猫。さあどうかな、みんな転がる石になれ。何を今度の26日のコンサートの夜公演でファンの方からの投票、公演の劇場公演の好きな曲を投票していただいて、その多いやつをランキングでコンサートで披露するんですけど、そうそうそう、みんなは何を入れましたかっていう何入れたか忘れた、え嘘バシティと飛行機雲。決められてるキャパシティ、サマステでやった以来やったね順位も分かってます、もちろん。結構予想、私は結構予想入ってたんですよ、めっちゃもう予想通り予想通り、まあ、あーっていう曲もあったけど、1、2、あれ、なんだっけ、あ、3、3つ私予想してたやつ入ってましたよ。予想してた。予想曲知りたい、ダメじゃん。予想曲知ったらそれ出るじゃん私の予想も教えません。まあ、1位はめっちゃ納得めっちゃ納得だ、納得な気がする。渋井ちゃんがミナのファンの人は来ないと後悔するよって言ってた。コーペ何か知ってる、なんだろうでも後悔するらしいので来てください後悔ちょっと分かんないけど後悔するらしいので、渋いジャンファンの方は来てください。おはようございます。今日と明日は天気悪い。そうなの？天気悪いの嫌だ傘が嫌なんですよ、私は傘差すのが本当にあんまり好きじゃないんですよ、邪魔邪魔で持ち歩くのも傘でも
なんだっけあれ、折りたたみ傘は折りたためないからまず持ち歩けないでしょ。傘嫌いだからね、もうで本当に雨は降ってほしく、なんか雨降ってて もうめっちゃ大雨じゃない限りは持っていかない日が多いですね。小雨だだあんまり刺さないか。うん、傘がちょっとあんまり好きじゃない。学校はもうイベントないんだっけ、テストだけ。そうです、学校はもうイベントないです、何もなくなりました。何にもない。まあ卒業式とかだけですかね。イベントじゃない、イベントか。博多駅から劇場まで地下つながってたらいいのにな。めっちゃ遠いやん。ある地下、あ地下鉄、地下鉄、あそっか、劇場までねつながってたらいいよね。風強かったら傘で、間違えた、風で傘ぶっ壊される。何回も裏向きになったことあるよ。でも壊れない私の傘。この間なんか、まだ時間ある、これいっか。この間なんか体育館に全校集合して、そのまんまもう下校みたいな時があったんですよ。でそのまま下校だから、みんな全学年荷物を持ってきてたんですよ。でその日雨でみんな傘持ってきてたんですね。私も持って行ってたんですよ。したらなんか学年のクラスごとで傘入れるこう傘立てみたいなのを用意されてて、で自分のクラスのところにこう刺すんですよ傘を。それで普通に自分のクラスのところに傘を刺して、体育館行って、またもう体育館終わって帰る時に自分の傘を取りに来たんですよ。そしたら傘がなくて、私の、しかも外ちょっと雨降ってるんですよ。傘がなかったんですよ私の。傘がなくて絶対誰かに取られてるんですよ。でその犯人が分かったんですよ私。私その犯人分かって、そう傘を取られたんです多分誰かに。そうなの、結構新しいんだよ、新しい傘だったんだけどなくなっちゃってたんですよ取りに来た時に。まあないってことは絶対誰かに取られてるってことじゃん。もう間違いはないと思うんだよね。だってさクラスごとでさ別れててさ絶対ないと思うんだよね。しかも同じクラスに同じ傘の人いないもん。っていう話でした。絶対にパクられたと思う。もうそう、もうね、その犯人私は見つけちゃったんですこの目で。見つけちゃったんですけど、そう傘をパクられちゃったっていう日でした。でも途中までその日はママが迎え来てくれたので、まだ良かった。雨に打たれずに済みました。
やばい。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位ムハンマノさん、ありがとうございます。12位カードのトさん、ありがとうございます。11位カオリッペさん、ありがとうございます。10位ニシケンさん、ありがとうございます。9位レッドファイブさん、ありがとうございます。8位横手チーさん、ありがとうございます。7位チカクさん、ありがとうございます。6位キョコのコロさん、ありがとうございます。5位タンオサカナさん、ありがとうございます。4位フラさん、ありがとうございます。3位輝きさん、ありがとうございます。2位タクヤ、タクヤコメさん、ありがとうございます。1位前野くんでした、ありがとうございました。はい、ということで今日から11月です。今月もよろしくお願いします。金曜日なので頑張っていきましょう。はいまたね、バイバーイ、またねー。